に翔平に直撃しかけたボールをバットボーイが平然とキャッチ、命を救ったと称賛される。ドジャースのバットボーイが、大谷翔平の命を救ったと話題になっている。場面は3回。大谷は三塁ベンチ内におり、打席のキケ・ヘルナンデスが打った強烈なファウルボールがベンチに向かって飛んできた。背番号94のユニフォーム姿のヘレイラさんは、飛んできたボールを素手で両手でキャッチ。すぐ背後にいた大谷は慌てて避けたが、ボールをキャッチしてうなずいているヘレイラさんに気づくと、笑顔で感謝を伝えた。真横にいた大谷の通訳ウィル・アイアトンさんは、口をポカンと開けて仰天。MLB インスタグラムはその写真とともにボールボーイセーブス翔平大谷ボールボーイが大谷翔平を救ったと投稿した。思ったよりすごかった。いい仕事したなポルシェをやろう。衝撃吸収の仕方がうますぎる。すげえな。やりますねー。俺だったら指の骨折だけで済んじゃうね。俺なら取り損ねて顔面直撃で済みそう。なんて優しいキャッチだすごい。しかも素手かよ。うますぎ。胴体視力半端ねえな。予想してたのより危なかった。避ける大谷さんかわいいな。バットボーイってバット運ぶだけじゃ務まらないのね。侍じゃないか。白羽取りできそうだなわら。通訳の顔わら。想像以上に危ない速さだったすげえ。ボーイって感じじゃないけどね。こんなの素手で取ってなんともないの？反射神経も技術もすげえな。そばで素振りしてるやつが関心なさそうで笑った。すごい反応わら。ほんとすぐ真後ろ大谷で直撃してたわ。素人が素でキャッチできる程度。高級だぞ。普通ならむちゃくちゃ痛い腕全体で衝撃吸収しとるな。ポルシェ買ってあげないと。うんうんってしてるのめちゃくちゃかっこよいわ。バットボーイ、ボールボーイとたまにすごいのいるな。避けずに冷静に素手でキャッチしてるのがすごい。その後の余裕な感じがかっちょいい。これはゴールドグラブ。体勢そのままで取るのかよ。大谷を守ったわけではないけどな。反応良すぎて草。大谷笑顔で最後に何かしようとしてるやん。握手かグータッチか知らんけどそこまで映してほしい。俺なら致命傷で済んでた。